パパが大好き。甘えん坊さんの私の面倒を見てくれるし、いつも私の大好きなショートケーキも買ってくれる。カラオケに行くといつも歌うまいねって褒めてくれる。パパは会社の社長さんだからお金持ち。でもママのことはあまり好きじゃない。ママはお昼は寝ていて夜はお仕事で家を出ていくから話す時間がない。きっと私のことなんてどうでもいいと思ってる。お料理はできないけどご飯はいつも自分で作って食べる。スーパーで買った馬面はぎ。お目目がクリクリしていて可愛いこの子の皮をそっと引き剥がした。慣れない手つきで頑張ってさばいた。ママは褒めてくれないけどパパならきっと褒めてくれる。明日の夜はパパと一緒にヴィトンに行ってずっと欲しかったバッグを買ってもらう。この前はネックレスを買ってもらった。こんなに優しいパパ他にいる？友達のパパのことも聞いたけど、私のパパの方が待遇が良くて羨ましがっていた。パパに会うとき、いつも新宿駅の東口で待ち合わせる。インスタの DM でやり取りして会うだけでいつもお金をいっぱいくれる。一回5万円、多いときは10万円。そんな優しいパパが大好き。甘えん坊さんの私の面倒を見てくれるし、いつも私の大好きなショートケーキも買ってくれる。カラオケに行くといつも歌うまいねって褒めてくれる。パパは会社の社長さんだからお金持ち。でもママのことはあまり好きじゃない。ママはお昼は寝ていて夜はお仕事で家を出ていくから話す時間がない。きっと私のことなんてどうでもいいと思ってる。お料理はできないけどご飯はいつも自分で作って食べる。スーパーで買った馬面はぎ。お目目がクリクリしていて可愛いこの子の皮をそっと引き剥がした。慣れない手つきで頑張ってさばいた。ママは褒めてくれないけどパパならきっと褒めてくれる。明日の夜はパパと一緒にヴィトンに行ってずっと欲しかったバッグを買ってもらう。この前はネックレスを買ってもらった。こんなに優しいパパ他にいる？友達のパパのことも聞いたけど、私のパパの方が待遇が良くて羨ましがっていた。パパに会うとき、いつも新宿駅の東口で待ち合わせる。インスタの DM でやり取りして会うだけでいつもお金をいっぱいくれる。一回5万円、多いときは10万円。そんな優しい、いじめが起きた。苦しい、痛い、辛い、そんな日々が続く。ストレスで手首の傷はどんどん増えていく。私たちは仲良し女子4人グループ。学校ではいつも行動を共にして、休日も4人で遊びに行くことが多い。忘れ物やなくしたものがあったら、貸したり借りたり、そうやっていろいろローテーションして使い回すことが多い。そんなグループ内で、ある日いじめが起きた。教室のロッカーに軟禁状をかけられていたり、椅子の上に画鋲を置かれていたり、ノートや教科書を隠されたり、グループ内の誰かがやっていることは間違いなかった。誰がやっているかなんて教えてもらえるはずがないけど、友達だと思っていた子からいじめられるのは本当に辛い。ついに私の番が回ってきたんだって、誰もいないところで一人で泣いていた。数週間前の放課後、校舎裏で会ったことを思い出しながら、私は今日も朝ごはんにベーコンエッグトーストを食べて学校に行く。教室に入る。おはよう。ずっと私をいじめてたのはお前だろ。とうとうバレた。いじめの犯人。次はいじめられる側。こうしてまた、いじめが起きた。苦しい、痛い、辛い。そんな日々が続く。ストレスで手首の傷はどんどん増えていく。私たちは仲良し女子4人グループ。学校ではいつも行動を共にして、休日も4人で遊びに行くことが多い。忘れ物やなくしたものがあったら、貸したり借りたり、そうやっていろいろローテーションして使い回すことが多い。そんなグループ内で、ある日いじめが起きた。教室のロッカーに軟禁状をかけられていたり、椅子の上に画鋲を置かれていたり、ノートや教科書を隠されたり、グループ内の誰かがやっていることは間違いなかった。誰がやっているかなんて教えてもらえるはずがないけど、友達だと思っていた子からいじめられるのは本当に辛い。ついに私の番が回ってきたんだって、誰もいないところで一人で泣いていた。数週間前の放課後、校舎裏で会ったことを思い出しながら、私は今日も朝ごはんにベーコンエッグトーストを食べて学校に行く。教室に入る。おはよう。ずっと私をいじめてたのはお前だろ。とうとうバレた。いじめの犯人。次はいじめられる側。こうしてまた、初恋をした。視界に入るとドキドキが止まらなくなって、ご飯の時も、お風呂の時も、トイレにいる時でさえ、ずっとあの人のことを考えてしまう。ムズムズが止まらなくなってしまう。無意識に口元に力を入れていて、ニヤニヤしている。いけないことだって分かっているし、自分でも気持ち悪いと思う。でも、この感情は抑えられない。あの人が他のクラスメイトと話している時、好きな人がいるって言っていた。その言葉に僕は燃えた。僕の大好物の焼きそば。上に乗った紅生姜のように赤く、その恋心はほてっていた。いっそのこと、行けるところまで行ってやろうと思った。ある日の放課後の屋上、そこにはフェンスに手をかけて涙をこぼすあの人がいた。そんな姿それまでに見たことがない。気がつくと僕はその手首を掴んでいた。僕の胸にそっと顔を寄せる。涙がシャツに染み込んだ。普段は口角が上がるとエクボができる可愛らしい笑顔、ちょっぴりエスっ気のある小悪魔風。でも今日は悲しみのベールに包まれた弱々しい女の子。先生、僕、先生のこと好きだよ。そう、僕は既婚者である担任の先生に初恋をした。
視界に入るとドキドキが止まらなくなって、ご飯の時も、お風呂の時も、トイレにいる時でさえ、ずっとあの人のことを考えてしまう。ムズムズが止まらなくなってしまう。無意識に口元に力を入れていて、ニヤニヤしている。いけないことだってわかっているし、自分でも気持ち悪いと思う。でも、この感情は抑えられない。あの人が他のクラスメイトと話している時、好きな人がいるって言っていた。その言葉に僕は燃えた。僕の大好物の焼きそば。上に乗った紅生姜のように赤く、その恋心はほてっていた。いっそのこと、行けるところまで行ってやろうと思った。ある日の放課後の屋上、そこにはフェンスに手をかけて涙をこぼすあの人がいた。そんな姿それまでに見たことがない。気がつくと僕はその手首を掴んでいた。僕の胸にそっと顔を寄せる。涙がシャツに染み込んだ。普段は口角が上がるとエクボができる可愛らしい笑顔、ちょっぴりエスっ気のある小悪魔風。でも今日は悲しみのベールに包まれた弱々しい女の子。先生、僕先生のこと好きだよ。そう、僕は既婚者である担任の先生に彼女を妊娠させた。二人で電話をして、ついさっきそのことを伝えられた。育てる気なんてないし、彼女が産むって言うなら別れようと思った。頭が真っ白になった僕は彼女に、おろせよ、そう言ってしまった。電話越しに聞こえてくる彼女のすすり泣く声。彼女ばかりを責めていたことに気づいた僕は、自分自身の情けなさに涙を流した。ぐるぐると渦巻く自分勝手でどうしようもない負の感情。僕は何も悪くないって必死に自分にそう言い聞かせた。精神的に焦った僕は正直どうすればいいのかわからなかった。彼女はいつも僕に優しくしてくれていたし、一緒にいるだけでなんだか安心できる、そんな関係だったけど、望まない妊娠。この出来事が僕たちのこれからを奪った。僕は彼女の秘密を知っている。ずっと前から気づいていたけど、どうしても受け入れることができなくて知らないふりをしていた。でもこの関係が終わるならもうどうだっていい。彼女が大好きなディズニー、二人でよく遊びに行っていたし、休日にはチュロスを作ってくれていたけど、実はそのチュロス僕じゃなくて元彼のために作っていただなんて。彼女は頻繁に元彼と二人で会っていた。僕には心当たりがない。だからあいつが彼女を妊娠させた。二人で電話をして、ついさっきそのことを伝えられた。育てる気なんてないし、彼女が産むって言うなら別れようと思った。頭が真っ白になった僕は彼女に、おろせよ、そう言ってしまった。電話越しに聞こえてくる彼女のすすり泣く声。彼女ばかりを責めていたことに気づいた僕は、自分自身の情けなさに涙を流した。ぐるぐると渦巻く自分勝手でどうしようもない負の感情。僕は何も悪くないって必死に自分にそう言い聞かせた。精神的に焦った僕は正直どうすればいいのかわからなかった。彼女はいつも僕に優しくしてくれていたし、一緒にいるだけでなんだか安心できる、そんな関係だったけど、望まない妊娠。この出来事が僕たちのこれからを奪った。僕は彼女の秘密を知っている。ずっと前から気づいていたけど、どうしても受け入れることができなくて知らないふりをしていた。でもこの関係が終わるならもうどうだっていい。彼女が大好きなディズニー、二人でよく遊びに行っていたし、休日にはチュロスを作ってくれていたけど、実はそのチュロス僕じゃなくて元彼のために作っていただなんて。彼女は頻繁に元彼と二人で会っていた。僕には心当たりがない。だからあいつが、彼女が死んだ。僕は現実を受け入れることができず、彼女の後を追うことを考えた。用意した大量の睡眠薬、彼女のためならと思ったけど、どうしても飲む勇気が出なかった。ねえ、もう一度こっちを見てよ。僕の方に戻ってきてよ。これが僕らの結末だったなんて、悲惨すぎる。彼女のために、幸せのために、必死に働いて、お金を稼いで、慣れない家事だって頑張った。毎日毎日彼女に尽くした。彼女の笑顔を見るために、一緒に笑うために。でも、彼女はいつからか、僕に対する態度が冷たくなった。家にいる時間も少なくなっていった。彼女を振り向かせるために、大好物の鶏の照り焼きを作って待っていた。でも、帰ってきたのは翌日の朝。彼女は首元にキスマをつけて帰ってきた。もうどうすればいいのか僕にはわからなかった。考えていても拉致が開かない。いっそのこともうここで消えてしまえばいいんだって。もしかしたらそれが彼女のためなのかもしれないって、僕はそう思った。お茶に入れた大量の睡眠薬が喉を通っていく。首元に両手をかけて、ぐっと力を入れて、そして眠ったまま彼女が死んだ。僕は現実を受け入れることができず、彼女の後を追うことを考えた。用意した大量の睡眠薬、彼女のためならと思ったけど、どうしても飲む勇気が出なかった。ねえ、もう一度こっちを見てよ。僕の方に戻ってきてよ。これが僕らの結末だったなんて、悲惨すぎる。彼女のために、幸せのために、必死に働いて、お金を稼いで、慣れない家事だって頑張った。毎日毎日彼女に尽くした。彼女の笑顔を見るために、一緒に笑うために。でも、彼女はいつからか、僕に対する態度が冷たくなった。家にいる時間も少なくなっていった。彼女を振り向かせるために、大好物の鶏の照り焼きを作って待っていた。でも、帰ってきたのは翌日の朝。彼女は首元にキスマをつけて帰ってきた。もうどうすればいいのか僕にはわからなかった。考えていても拉致が開かない。いっそのこともうここで消えてしまえばいいんだって。もしかしたらそれが彼女のためなのかもしれないって、僕はそう思った。お茶に入れた大量の睡眠薬が喉を通っていく。首元に両手をかけて、ぐっと力を入れて、そして眠ったまま。